So, hi again for this third GP. あの、多分、日本語で話そうかな。日本語で話しましょう。ちょっと難しいけど、頑張ります。まだ、あの、TP メタルさんとミツバチハチさんと嵐山さんとのマッチです。アイテム割りの日本ルールで。次のコースは、またレインボーロードです。ちょっと嫌いですから、負けるかもしれませんけど、頑張ります。よくこの MT ミスしてしまいます。でもキノコはいいです。キノコのおかげで、それはちょっとバカでした。でも大丈夫。今までミツバチさんはこのピーチキャラクターです。彼は2位です。もう雷だ。CP メタルさんのさすがですね。じゃあ、嵐山さんは、トゲを持って使って、じゃあね。一番ですか？まさか。嵐山さんはちょっとミスして しちゃったと思う。今は TP メタルさんと戦ってます。死ねえ。ここで使いましょう。当たらない。そして、ミツバチさんはトゲを持ってったけど、嵐山さんは雷を使いましたから、トゲが全然来ない。ありがとうございます、嵐山さん。でもまだトゲだ。そしてアイテムがない。右にができますか？できますかな？よし！右ができた。難しかったけど。いいレースだったね。このトゲは避けたかったけど、落ちなくて、避けることは本当に難しいですね。レインボーロードで。ではでは。今度はサンラップ PRB。アイテムが来なければ。今まで大丈夫みたい。ミスきた。食べて。嵐山さんは頭がいいから、このボムを避けた。でも、今まで簡単に1位ですから、大丈夫か。それはちょっと、2回避けることは無理だ。じゃあ、
からかってる。あ、ボム、危ない。よし。ごめんなさい、チキさん。ごめんなさいね。これも面白かったです。ああ、チョコマウンテンが好きです。だから、ちょっと嬉しい。ここで、1位が欲しいです。だから、初めから一生懸命頑張って、一人で、終わりまで、行けるために頑張ります。他のプレイヤーはミスしたら、できると思う。あ、でも僕もミスします。もうミツバチさんが見えないね。いいです。でも、嵐山さんはちょっと、染まらない。染まらない、じゃないね。めんどくさいかな。どの言葉がいいでしょう。チピさんの専門。ああ、まだトゲが来ます。よーし！おー、これはすごい。避けなかったと思ったけど、それなのにやってみたし、避けられた。ああ、なあ、これはバカ。バカなミスです。でもそれなのにまだ勝てます。トゲが来なければ、私の勝ちだ。トゲが来ても、勝つことができると思う。よし。やったやった。危ない。これも危ない。やったー。ミツバチさんが2位ができます。ギリギリですができます。ガチガチかい。そしてマリオサーキット1です。サンラップピアビが欲しいですね。でも、多分、赤コーラがちょっと怖いですね。来ない。よかった。ああ、バカです。あ、誰か当たった。ミツバチさんは、最後ですね。セーフかな？セーフだと思い。僕のボムのおかげでミツバチさんは2位ができた。素晴らしい。ミツバチさんと嵐山さんの戦いですかね。ですね。いいな。まだ勝ててよかった。
じゃあ、今は最後の街まで行きましょう。